火災が発生しましたので、今から緊急車両が入ると思います。場内に警報音が流れています。火災報知器が反応したという警報音が球場に流れていまして、球審の吉高がホーム線にこう確認に行きました。繰り返しお客様にお断りいたします。パールボールがですね、火災報知器になりました。先ほどの火災感知器の作動は確認の結果、異常がありません。甲子園球場、敦賀気比の校歌が流れていますが、その音声が途中で途切れてしまった中で、敦賀気比の選手たちはまだ校歌を歌い続けています。そして甲子園球場からは手拍子、今歌い終わりました。
And this is the fireball.